種族同盟は、松本清張の短編小説。オール読み物1967年3月号に、掲載され、1968年7月に、中編集、人詩を収録の一作として、文芸春秋から刊行された。黒の本流のタイトルで1972年に、小畜で映画化、またサンドテレビドラマ化されている。新宿のバーのホステス、杉山千鶴子が、 東京の西の外れの渓谷で殺された。被害者のペンダントを所持していたことが決め手となり、死体発見現場から2キロほど離れた旅館の番頭、兄連帯らが逮捕、起訴された。私は同僚の楠田弁護士に頼まれ、兄の弁護人を引き受けた。助手の岡橋湯本子からこれは無罪かもしれないと言われ、がぜんやる気の出た私は湯本子と共に、 兄の無罪証明に挑戦する。映画タイトル、黒の本流。1972年9月9日に、松竹系にて公開された。原作の語りは一人称の私の視点から描かれているが、本映画では、弁護士の名前を矢野武氏とした上で、貪欲な野心家として性格付けられている。殺人事件の容疑者は、原作では男性であるが、本映画では、 女性の貝塚藤江とされ、また主人公の結婚相手の設定を加えるなど、原作とは人物関係が変更されている。ラストのオチも原作とは異なる。現在は DVD 化されている。玉川に面した渓谷沿いの旅館の女中、貝塚藤江は、宿泊していたコンツェルンの御蔵氏を崖から突き落とした容疑で逮捕された。裁判所を訪れた弁護士の矢野武氏は、 恩師の若宮弁護士を介して、この事件の国選弁護人となる。矢野は、廃色濃厚と思われた事件を、逆転無罪に持ち込めば、一躍弁護士としての名声が上がり、若宮の娘、とも子をものにできるのではないか、という野心を抱いていた。矢野は、助手の岡橋元子と共に事件を、調査、やがて有力な証拠、証人が見つかり、ついに藤江の無罪判決を勝ち取る。 メディアから称賛を浴びる一方、ともことの結婚話も進む矢野。他方、藤江は矢野の事務所に勤め始めたが、上記の映画版を踏襲して、以下3作とも女性を被告人に設定している。松本清張の種族同盟、古城の偽装殺人事件。1979年5月26日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。 視聴率18.3%。松本清張没50年記念企画。黒の本流。2002年9月28日。テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。土曜ワイド劇場25周年記念スペシャル。松本清張生誕100年特別企画。黒の本流。2009年3月4日。テレビ東京系列の 水曜ミステリー9枠にて放映。衛星放送では、同年3月8日、BS ジャパンの BS ミステリー枠にて放映。黒の本流に関するカテゴリー。ありがとうございます。